ヘルモクラテスヘルモクラテスは、シケリア島の都市国家シュラクサ祭の軍人で、ペロポネソス戦争において反アテナイ陣営で、活躍した。ヘルモクラテスは、ヘルメスの子孫を称するシュラクサ祭の、名門貴族ヘルモンの子供として生まれた。若い頃から戦争に参加し、軍港を建てたとされるが、ゲラの階段より、前の詳細な記録は残っていない。紀元前425年、 アテナイの同盟都市、レオンティノイとシュラクサイが戦った時、レオンティノイの要請によりアテナイは、エウルメドンとソフォクレスを葬式官とする遠征艦隊をシケリアへ派遣し、シケリアの諸都市にアテナイへの同盟を呼びかけた。紀元前424年、ヘルモクラテスは、シュラクサイの外交官として、デラの階段で演説を行い、シケリアの和平を実現するとともに、 シケリア全土を反アテナイ人命へ引き込むことに成功した。アテナイの艦隊が到着した時、シケリアのどの国家も協力せず、結局艦隊は何もせずに引き返した。紀元前421年、アテナイは和平推進派のニキアスにより、スパルタとの間に和平を締結したが、コリントス、定媒の問題や、主戦派のアルキビアデスの格索により、 わずか2年で戦争が再開した。紀元前415年、アテナイはシチリアにおけるアテナイ同盟国であるエゲスタとレオンティノイを救うためアルキビアです。ニキアス、ラマコス3名を総指揮官とする大軍をシケリアへ派遣した。アテナイ派兵の噂がシケリアに届くとヘルモクラテスは防衛体制の拡充を訴えた。アテナイ軍が イタリア南端のレギオンに集結すると、ヘルモクラテスは、シケリアの諸都市に共闘を訴えた。アテナイ軍が武力を背景に、シケリアのカタネを拠点とした直後、ヘルメス人の石中像の破壊事件の首謀者の疑いをかけられたアルキビアデスは、アテナイ本国への送還命令を受け、スパルタに亡命した。秋になって、ニキアスの率いるアテナイ軍とシュラクサイ軍は、 シュラクサイ近郊のオリュンペイをンで最初の戦闘を交え、シュラクサイ軍は敗走した。ヘルモクラテスがシュラクサイ軍の指揮系統の効率化を演説で訴えたところ、ヘラクレーです。シカノセラと共にシュラクサイの最高司令官に選ばれ、全権を任された。アテナイ軍がメッセネで冬を越している間、シュラクサイは町を取り囲む城壁を建築し、ヘルモクラテスはシケリアの都市。 かまりないで向いて、中立を約束させた。紀元前414年、ニキアスは、シュラクサイの近くに、アテナイ艦隊を密かに集結させ、一気に、シュラクサイの北に広がるエピポライの大地を奪った。続いて、シュラクサイを包囲する壁を築き、シュラクサイは、降伏寸前の状態に陥った。その頃スパルタは、亡命したアルキビアデスの提言に従い、ギュリッポスを、 最高司令官とする援軍をシケリアに派遣した。ギュリッポスはヒメラに上陸して、軍を整え、シュラクサイ軍と共に、シュラクサイを包囲していたアテナイ軍を破り、ラマコスは戦死した。エピポラインの大地は、シュラクサイに奪還され、以降ペロポネソス同盟軍側が息を吹き返し、ニキアスは祖国へ援軍を要請した。紀元前413年、アテナイはアレステネスの子。 デモステネスを総指揮官とする追加の遠征艦隊をシュラクサ祭へ派遣し、シュラクサ祭を再び包囲した。しかし大軍到着後の最初のアテナイ側によるエピポライへの野襲はヘルモクラテスの奮闘により失敗し、その後も初戦でヘルモクラテスギュリッポス側が勝利を収めた。アテナイ陣営は月食により撤退の気を逸したことにより艦隊が全滅するなど、 壊滅的敗北を起死した。捕虜となったニキアス、デモステネス両名は、ヘルモクラテスとギュリッポスの除名嘆願にもかかわらず、民衆派、ディオクレスの主張により処刑された。紀元前412年、ヘルモクラテスは、スパルタとの同盟の重要さを訴え、シュラクサイの艦隊を率いて、スパルタのアスティオーコスの指揮下に入り、以降東、エーゲ海で当てない側と戦った。 その間艦隊長として優れた手腕を見せたが、祖国ではディオクレスが政治の実権を握った。紀元前411年、キュノスセマの海戦で、ヘルモクラテス率いるシュラクサイ艦隊は、スパルタ艦隊の右翼を任され、トラシュロスの当てない左翼戦隊と対戦した。ヘルモクラテス率いるシュラクサイ艦隊は、各戦局で活躍したものの、 トラシュブロス率いるアテナイウヨク戦隊にミンダロス率いるスパルダ本隊は敗北を喫してしまった。主落イ艦隊は3、カジソ事セムを一層失うだけであった。紀元前410年、キュジコスの海戦においてアルキビアデス、テラメネスおよびトラシュブロス率いるアテナイ軍にスパルタ連合艦隊は壊滅的敗北を喫した。その際ヘルモクラテスは 全艦を焼却して逃走することで、シュラクサイ軍を捕虜になることから救った。しかしながら、本国では、その敗走の責任を問われ、紀元前409年シュラク再艦隊長の解任と、国外追放を宣告される。ヘルモクラテスは、スパルタ、続いてアケムネス朝、ペルシアへ亡命し、ペルシアの援助の元艦隊と軍隊を整えた。紀元前409年、 ディスコのコハンニバル率いるカルタゴ軍がシチリアへ侵攻し、セリヌス、ヒメラ、アクラガスの街を蹂躙した。ディオクレスは、シュラクサイを含むシチリア連合軍を指揮したが、ヒメラを解放することができず、住民を連れて撤退した。ヘルモクラテスは私、軍を連れてメッサナへ上陸し、セリヌスの街を再建し、カルタゴの支配下に落ちた、いくつかの土地の解放に成功する。 紀元前408年、ヒメラの地へ赴き、そこで拾った、シュラクサイ人の遺骨を本国へ送還した。その結果ディオクレスは失脚した。紀元前408年から407年にかけての冬に、ヘルモクラテスは3000人の軍を率いて、シュラクサイへの入国を強行しようとした。その際ヘルモクラテスは、軍の大部分をアルカディネに止め、 友人たちとシュラクサイの町へ入ろうとしたが、そこでシュラクサイ軍と衝突し、戦死した。後にヘルモクラテスの紙幣を束ねることに成功したディオニュシオス一世は、ヘルモクラテスの娘をめとり、カルタゴとの戦争に勝利し、シュラクサイの戦士として全種ケリアの支配者となった。ディオニュシオス一世の別の妻アリストマケの弟デオンは、プラトンがシュラクサイを訪問した際に、 プラトンの弟子となる。トゥキュギデスは同時代の証人として戦士の中でヘルモクラテスの活躍を克明に記している。このほかシケリアのディオドロスの歴史草書、プルタルコスの大比列伝のニキアス伝などの詩書に記述されている。また、プラトンの対話集、ティマイオス、クリティアスによるとヘルモクラテスはクリティアスの客人としてティマイオス、 哲学者ソクラテスらと共に招待されている。当時、シュラクサイとロクリスは共にアテナイの敵国であり、この対話が現実のものとするならば、ニキアスの和訳が成立した紀元前421、420年頃に行われたと考えられる。なお、それぞれティマイオスとクリティアスが主たる語り手として描かれるティマイオスと クリティアスの対話においてヘルモクラテスはあまり発言をしていないが、クリティアスの中ではヘルモクラテスのことを第3の語り手と紹介している。このことから軍人、外交官としてのヘルモクラテスにアテナイとアトランティスの間の戦争を論じさせたティマイオス、クリティアスの続編にあたるヘルモクラテスの執筆を構想していたのではないかという説が プラトンの対話集の英訳で知られる英国の古典学者ベンジャミン・ジャウエットなどにより提唱されている。事実カルキディウスのティマイウス仲介でも国家の続編としてティマイオス、クリティアス、ヘルモクラティスという連作が作られたと言及されている。しかしながらプルタルコス、対比列伝やディオゲネス・ライルティオスの哲学者列伝によるとクリティアスは未完に終わり、 ヘルモクラティスという作品については全く言及されていない。ありがとうございます。